は、はい、はい、何の拍手でしょう、つるちゃん。おめでとう、おめでとう。ありがとうございます。選手権出場、東海学園県予選優勝、県予選の優勝秘話に迫るっていう感じで。なるほどね。最後の一つだから。なので結構声は出した。今年のチームはどうなの？振り返ってみて、勝てた要因っていうのはどこにあるの？どうですかね。やっぱり本当にサッカー好きは多いと思います。プレイヤーとしてはどうなのよ？そのキャプテン以外でその特徴あるストロングな。スーパーな選手はいない。いないです。いないんだ。そうするとさ、まあ、優勝したけども、その今思えばこの3年生っていうか今のラストチャンスにかけるインターハイがなかった、うん、そうした時にインターハイがなくなりましたって言った瞬間にやっぱ選手権目指したじゃない。こうなんか鶴ちゃんの頭の中でさ、このチームをどういう風に仕上げていこうかなっていう、そういうちょっと長期なスパンの今回の優勝の結果論から的に、よ、かっこいいこと言ってくれ。じっくりやれましたね。ああ、なるほどね。かなりやる。じゃあ、実プレーのその中身がよ。まあ、前もお話しした、そのあれですよ。要は、本当に技術のところ、止めていける。ああ、そうか。そういうことだな。基本的なところな。うん。地道に本当にやれたっていうのは、うん。よかったですね。まあ、1対1、まあ、守備であったら1対1とか、本当に基本的なところが、そこを根気よくやれたっていう。まあ、確かに、基本の対人の個人戦術、うん、1対1っていうのはじっくりはやれるようでやれないんでない、いつものスケジュールだったら。トレーニングの中に1対1は盛り込むけれども、それに特化してずっとやるわけにガンっていうのが、それができたということか。じゃあ個人の基本にフォーカスをしたっていうことが、まあ今回のコロナ禍においてのクローズアップの優先的なところだったっていう風だな。あ、そういうことですね。うん、まあ、やっぱりさ、それ聞くとさ、やっぱりその個人のこう技術、個人の戦術をいかにその早いうちから落とし込めていくかっていうのがやっぱ尽きるな。ですね、一番本当に。そういうことか。まあ、ちょっと考えさせられるな、今の一言は。いやいや、勝った人が言っとるんだで間違いないだろうな。まあ、でも、まあ、ラッキーがありましたね、本当に。流れが良かった、流れが。まあ、だけど、その運は絶対いるじゃん。ね、そう、運が良かったって一言で言うけど、みんな運がいい人が勝っとるんだもん。うん、運の悪い人は勝てないもん。勝てたから運がいいっていうか、まあそうかもしれない。じゃあ他のチームにとってのそのこうプロセスとしてだよ、なんかこう特筆すべきようなことある？他のチームですか？うん、いやいや、自分のチームでその今個人技術にこう執着しながらじっくりやれましたって言うけど。それ以外になんかこう特筆すべき、いつもとちょっと違ったようなトレーニング、いわゆる試合数が多くなったとか少なかったからとか、なんかあるじゃない。まあ、逆に本当に まずじっくりやれたことと、うん、今までであれば多分その、まあ、ゴールデンウィークとか夏休みとか、うん、リーグ戦がある中で、うん、どれだけその強化試合を入れるかとか遠征行ったりとか、うん、いろんな試合が入ってくるじゃないですか、うんうんうん、今までの流れで、はいはいはい、でそれも全部なくなってしまって、あ、本当に逆にそのトレーニングをしっかりやれ、その分逆に時間があって、うん、本当にトレーニングをしっかりやれた。あのね、それだと思うんです。そうだろうな。結局ね、試合を やりすぎちゃったり試合が中心になってくと、うん、本当にガチンコの、こう、相手にもよるじゃん。本当に 100% 同士のこの戦いの試合ばっかじゃないから。トレーニングだったら、監督さんがとりあえず、もうガチンコで練習やれよって言って、そういうシチュエーション作ればやれるっていうことか、要は。まあ、そういうことですね。そういうことだな。そういうことです。まあ、やっぱりトレーニングが嘘をつかんっていうところはそこにあるんだろうな。そうですね。設定の仕方でいろいろやれるっていうのは大きいですか。そうだよな、うん、そのオーガナイズして、はい、空気もそういう空気をちゃんと醸し出し、はい、ね、それは確かに俺が全国のね、まあまあ強豪校って言われるところをこそっと見に行くけど、やっぱそういう意味でいくとトレーニング、俺はまあ子供たちっていうのは試合だったら頑張るけど、相手も頑張っとるんだけど、そこにこういう高低差があるから、やっぱ隙はできるでな。常にかなり上のレベルの相手と、
もうコテンパンにやられるぐらいのシチュエーションでいつもゲームをやっとれば、まあ、いつも 100% 以上なんだろうけども、そうじゃないっていうことだな。そうですね。なるほど。まあそこは秘話だわ。やっぱそのじっくり時間があったから、じっくりその個人も落とし込めたし、トレーニングの集中度を高められたっていうことだな。そうですね。まあだけどさ、今度はさ、苦労したってやっぱりそのトレーニングゲームが逆にこうそうした、少なかったのがこうそうしたかもしれんけども、これは困ったなっていうことはなんかなかった？逆の見方ですると。いや、ないですね。ないか。ないです。まあ、だったらまあ、今回はじっくりそのコロナの状況とかも考えながら、対応が鶴田監督にとってはしっくりできたっていうことだろうな。そういうことですね。そういうことだな。うん、で、よく言う、その、不祥事ではないけども、うん、選手、生徒にね、いろんな問題が発生して、ちょっとこう、うんうん、あるじゃん、そういう、そういう年もあったと思うんだよな、うん、そういうのもなく、とりあえずスムースにこう物事が進んでったっていうことかな、うん、そうですね。苦労はなくていけるっていうことは、それは運がいいっていう言い方しとったで、さっき、そういうことかもしれんな。まあ、流れが良かった。ああ。いろんな流れが良かった。まあ、でも流れ作るのは監督だよな、基本。俺はそう思っとる。で、そこにちゃちゃ入れるのが必ずいるけど、入らんかったっていうのは運かもしれん。じゃあさ、その、つるちゃんが思う、この、うん、まあ、全国大会に向けてっていうことも含めてだけども、さっきその突出した選手がいないって言ったけど、あえて、じゃあ中心選手誰なのって聞かれたら、そのうち聞かれるじゃん、多分全国大会にでも行きゃさ、じゃあいませんって、俺、注目選手は、僕ですって言うの。そうやって質問されたらどうよ。まあ、やっぱりセンターバックのキャプテンの佐藤。キャプテンがセンターバックやっとんだ、うん、佐藤、はい。なるほどね。まあ、もちろん攻撃の、まあ、全体に、うん、コーチングすることとか、うん、攻撃の起点になるとか、うん、あとこの辺はもちろん中心になりますね。あともう一人前のセンターバックも国根っていう選手も、うん、俺も攻撃のところでビルドアップもできるし、ヘディングも強いし、うん、だから配球もできるんだ。配球もできる。なるほど。この2人も配球ができる、両方もできる。ああ、そう。じゃあ真ん中2枚のセンターバックがやっぱり後ろでガッチし、攻守の要になってるわけだ。ありますね。あとボランチの花井っていう選手が、これもかなり。じゃあやっぱりその後ろ重心な感じもせんでもないけども、そこががっちりいわゆるアングルがしっかりしとるみたいな感じなんだな。まあ、しっかりしてますね、そこは。うん、しっかりしてると思います。なるほどね。やっぱそこの、まあ、その3人の戦術理解度は高いし、うん、まあそういうことか。高いですね、戦術理解度は高い。うん、まあ、そこはそのじゃあ、身体的にスーパーなのかとか、スピードがスーパーなのか、そういったものはないですよ。なるほどね。ないんですけど、うん、それをカバーできるだけの、その気持ちとか、うん、サッカー理解度とか、うんうん、ゲームコントロールする力とか、うんうん、それは持ってる。なるほどな。そうするとやっぱり肝心から見るそのトライアングルが、まあ、いわゆる屋台骨が、いろんな意味でこう高いというとこだろうな。だって一番肝心から目のとこだもん。そこがこのバランス崩したりさ、したらさ、穴は当然できるわけでさ、1対1強かろう、そんなダメだもんな。まあサイド崩されたって結局はその2枚がちゃんとね、真ん中固められる、ブランチも引けれるとかって、そういうようなイメージなんだろうな。得点力はさっきも高くないって言ったからさ、うん、ってことはやっぱりその守備的って言われるって言われるけども、うん、俺はやっぱそこにしっかりとした、まあイタリアみたいだな、昔のな、カテナチオってな、ってよく言われますけどね。そう、そうなんだ。でもスタイル的には違うと思うんですけどね。だから最終的に、うん、その攻め込まれた時の守り方がなんとなく最後体張って守ってるとか、うん、そういうのはあると思うんで、うん、そこの印象っていうのは多分強いと思うんですよ。でもさ、やっぱり最終的にそこのシュートブロックができるとか体を張れるってメンタルなところもあるけど、はい、まあそこやっぱり一番大事じゃん。
まあ、まあ大事ですね。慌てずね、慌てて本当に行っちゃってかわされてシュンと打たれるケースもあるわけだから、じっくり合わせるなっていうようなコメントも鶴ちゃん今回の今言った観客が少なかったで結構そういういいタイミングのベンチワークしたんじゃないの。ちょっとわからないですけどね、どうか。まあな、自分はその時必死だでな、とりあえずな。なるほどね。でもそういう意味で今注目選手はおりそうでおらん、おらんそうでおるっていうのを聞けば、やっぱ、うん、運が良かったっていうのもうなずけるな。そのやっぱ阻害するものはあんまりなかったっていうことだもん、そのスーパーはいなくても。まあそうですね。ねえ、そういうことですね。